リンゴルフの皆さん、こんにちは。 PCM の編集長をやっている村田と申します。今年の3月にアジア最大のゴルフのイベント、ジャパンゴルフフェア2020というのが、今回のコロナの影響でイベントそのものが中止になりました。で、我々 PCM としても中小のメーカーさんを一堂に集めたコンポーネントコーナーというのを主催を考えておったんですけども、申し込みいただいたメーカーさんに PR する場を設けようということで、リンゴルさんのお力を借りてですね、動画でもこれからメーカーさんの商品紹介をさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、こんにちは。今日はジェイズアドラというブランド、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。アドラというブランド、まあ、これちょっと言えばジェイドアドラ、アドラって書いてますね。アドラというのは実は、心理学の先生のアルフレッド・アドラーさんから、いわゆる、まあ、ゴルフは心理的なものが非常にこう働きやすいスポーツなので、心理学をうまく取り入れたクラブ作りというコンセプトで始まったのがこのジェイド・アドラというブランドです。で、こちらは今回の一番新しい、ドライバーですね、460RX って書いてありましたけどね、まあ、460cc の大きなヘッドですよということです。で、何が特徴かというと、このヘッドはですね、実はもともとそういう、まあ、パーツ系メーカーさんの、ヘッドというのはどちらかというとアスリート寄りの方たちが使うものが多かったので、どちらかというとその捕まりにくい、逃がす傾向のものを作るメーカーさんが多いんですけども、ここのジェイド・アドラーさんは一般ユーザー、一般ゴルファーの方をなんとかスライサーを助けて、捕まる球を打てるようなクラブを出したいということでこのドライバーが出てきました。で、最近ですね、人気なのがピンの G410 というクラブ、これ今めちゃくちゃ当たってます。この性能ですね、このピンの G410 の性能を持ちながらも人が持ってないものが欲しいという人も中にはいらっしゃると思います。そういった方にお勧めするのが実は今回のこのジェイド・アドラーのこの辺です。これはうちの方で計測いろいろやったんですけども、ほぼほぼ似たような内部の重心のスペック位置というのと、まあ、もう一個、まあ、ピンも含めてこのクラブが何がいいかということなんですけども、特にこのピンの G410 はヘッドの慣性モーメントっていう数字が非常にでかいっていうことなんですね、まあ、特に左右っていうことなんで、どういうことかっていうと、ヘッドの重心位置に対してのこのこういう回転の軸ですね、こういうで、いわゆる、まあ、周りが重くなっていると、なので回転しづらい、無駄な回転を抑える効果を発揮するということで、ヘッドの慣性モーメントが非常に高いものです。で、これが近年の、ドライバーの傾向がこうなってます。その走りがピンなんですね。その中で今回登場したジェイド・アドラーのこちらのヘッド、こちらも、ジクラブのパーツの世界の中では慣性モーメントが非常に高いヘッドになってます。なのでピンが使いたい、この性能軸のクラブが使いたいけども人が持ってないものということで、こちらのヘッドをおすすめします。ヘッドの左右慣性モーメントが高いヘッドが、まあ、どういう人にいいのか、どういいのかというのをちょっと説明いたします。簡単に言うとですね、ヘッドが慣性モーメントの高いヘッドですねっていうのは、まあ、インパクト時、まあ、どこに当たるか、まあ、アマチュアの場合は非常にこうブレやすいですね、当たる場所が芯じゃないところに当たった時、まあ、当然ヘッドブレるんですね。当たった時にブレる、そのブレを少なくできるのが慣性モーメントの大きいヘッドのメリットです。なので、例えば、まあ、ゴルフ場に行って、右に行ったり左に行ったり、いろいろそのショットが安定しない方にとっては、このような慣性モーメント、左右の慣性モーメントの大きいヘッドは非常に曲がりが少なくなるというメリットがあります。はい、次にご紹介、いたしますのがジェイド・アドラーシンクチップウェッジですね。シンクチップウェッジ書いてあります。で、これ55って書いてあるね。
これロフト角が55度ということです。まあ一般的に言うと、まあサンドウェッジなんかですね、こういったような形の、まあ、一般的なウェッジで、まあ実は私アプローチ十数年悩んでおりまして、まあ正直一般的なウェッジがなかなか使いこなせないというのをもう十数年、繰り返しております。ダフったりトップしたり、いろんなクラブ使い比べをやったんですけども、なかなか思うようにいかなかった。そこで、去年たまたま市にあったヘッドがこのJアドラのチップ位置だったんですよ。でフェース面から見ていただくとこんな感じなんですけども、ちょっと四角っぽい感じですね。もっともっとこの塔が上に上がってるのがウェッジの形なんですけども、若干この低くなってますね。なので、ね、ここの角度が緩くなってます。なのでちょっとこうイメージ的に構えるとパターっぽく構えられます。まあソールの形状も、まあ、こういう風にこういうですね、こんな感じで、でまあまあ多少幅広い設計になってますね。それで、まあ、最大の特徴どっちか、まあ、この内角ですね、シャフトの角度が若干立ってます。そういう設計になってます。ということで、これ実はまあ私の所有物なんですけども、何が違うかというのをちょっとご紹介します。これは一般的なウェッジですね。よいしょ。まあ、エンド、グリップエンドを合わせた状態で、まあ、見ていただくとこれぐらい長さが違います。1インチ以上違いますね。実は私のこのウェッジ7番アイアン相当の長さにしてあります。ですので、非常に構えた時にずん立ちというんでしょうか、あんまり前傾をしないでずんだった状態で構えられる。で私の場合のアプローチイップスの最大のネックは体の肘ですね。肘が動いて悪さをする、うまく固定されてないんで動いちゃう、だ結果ヘッドがブレるっていう原因から、クラブを長くして内角をアップライドにすると自然と肘が体にひっつくということで、一回この長いのを試してみました。僕の場合は肘を動かすという悪い癖があったのが、固定されたことによってアプローチの精度が高まってくれたと。で多少ダフっても、まあ、このソールの形状で抜けてくれるというので、かなりアプローチが打ちやすくなった、まあ、ただ自分のイメージした球が打てるようになったからまだそこまでは正直できません。ただ確実に残り9ヤード打たなきゃいけないっていうプレッシャーの中で、気軽に打てる、安心感があるという意味で今非常に僕としてはこれを多用してます。なのでアプローチイップスで悩んでる人、ぜひこのヘッド使ってみてください。おすすめします。実はまあこのヘッドの秘話がありまして、まあ、メーカーさんの方がこの商品できた当時、まあ、取引先の工房に、営業で持ち歩きをされたらしいんですよね。でまあ何軒か回った後にうちに来られて、全くその工房さんが扱ってくれない、どうしたらいいでしょうという相談が実は来まして、でまあ実際ヘッドを見せていただいたんですね。まあ、今までで、ね、アプローチ周りのウェッジ以外だと、まあ、チッパーっていう言葉はよくあるんですけども、チッパーっていうクラブは正直恥ずかしいというのがあります。そんなもん持ってんのかっていうふうに、過去僕も言われたことがあるんです。なのでせっかくチッパー使いたいなと思った時期があったんですけど、やっぱりそういう周りの方からチッパーなんか使ってんのかよっていうふうに言われると使いづらくなっちゃうんですね。なので余計アプローチイップスが治らないっていうのがあるんですね。で、まあ、これ確かに、チップとは書いてあります。チップとは書いてあるんですけども、チッパーって書いてないんです。なので僕はこれはチッパーって言ってません。ウェッジって言ってます。なので、まあちょっと得意な形のウェッジっていうふうに僕は言ってます。で、まあ何がいいかっていうと、やはり上から構えた時の顔が、四角くフェースが見えるので、フェースを開かなきゃいけないとか閉じなきゃいけないとかっていうことを一切考えずにアドレスができる。
という安心感がこのヘッドにはありました。なので工房さん、そういう特殊なこうアスリートの上手な方たちが来るお店ではなかなかこのヘッドは扱いづらいんじゃないのか。それよりも、通販会社さんであったりとか、あるいは、そういったようなアプローチで悩んでらっしゃるようなお客様が来てるショップさんで手軽に買える、そういったようなところの方が扱いやすいんじゃないんですかということで、ご紹介をさせていただいたところ、今でも大ヒットで、売れ続けているというエピソードがあります。以上。